黒松内駅は、北海道スッツ群黒松内町あざ黒松内にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S30。電報略号は松。事務官コードは13132。かつては、特急、北海、急行、ニセコなどが停車していた。1976年の黒松内駅と、周囲約 1km1.5km 範囲。 下が、おしゃまんべ方面。上が、おたる方面。かつては、すつ鉄道が接続していて、当駅構内上端から左上へ向かっていた、軌道跡が確認できる。また、駅裏数本の副本線の外側にすっかり緑に、覆われた島式ホームの跡が残っているが、このホームの駅舎側が、すつ鉄道の発着線であり、湖線橋はこのホームまで伸びていた。 その裏手に電車台の跡が半円状に見えるが、これは黒松内くっちゃん間の補給用蒸気機関車運用の試し用されていたもので、以前はそのさらに外側に小規模の線形機関庫を用していた。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成帳明より、アイヌ語の熊内に由来する短式 島式ホーム混合の二面三線で、単式ホームに接して、駅舎のある、地上駅である、おしゃまんべき管理の無人駅。以前は、社員配置駅で、青春18切符常備券、常備乗車券、出札補充券、料金補充券、後券入場券を取り扱っていたが、2007年3月31日を、もって窓口営業を終了した。日の平均乗降人員は、 以下の通りである。ありがとうございます。